巨人の北村匠内野手28が8日開催された第2回現役ドラフトでヤクルトへ移籍が決まった巨人は代わりに阪神の2017年ドラフト1位右腕馬場康介投手28を獲得実績ある馬場の加入で課題の中継ぎ強化に成功した 北村は清涼石川、アジア大で主将を務め、17年ドラフト4位で巨人入団。身長181センチの右の大型内野手で、ポスト坂本勇人と,として期待された。だが今期、ルーキー門脇誠内野手22が鉄壁の守備を武器に台頭し、声優劇種の座を射止めた。 安倍新監督の構想では坂本が3塁に回り岡本はが1塁2塁には吉川がおり主力の怪我による離脱でもない限り来季も北村の出番は限られる加えてオリックスから FA の山崎福獲得にも失敗した巨人にとって現役ドラフトが貴重な投手補強の機会だったウィークポイントである9エンジンを確実に強化したい巨人としては 各球団から獲得希望を集める必要もあったとみられるプロ6年で一軍出場176試合の北村は即戦力として票が期待できる選手だったその一方で巨人の右打者の「流出」は止まらない今季のメンバーからは労岡、オリックス石川、ロッテウォーカー、ソフトバンク 中田翔中中日松田引退中島中日ブリンソン退団と右打者7人がいなくなったが北村で8人目となる巨人関係者は右翼を守れる右の外国人獲得に動いていると新外国人に穴埋めを期待するという。 北村拓は9月2日の d n a 戦横浜では8点差の8回に野手登板お志願するなどチームに貢献していた今季は27試合の出場にとどまったが新天地で大化けする可能性を秘めている私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです今の中堅は基本結果を残せてない面々なわけだし そういうい中堅野手を放出して今年人材不足が顕著だった中継ぎ陣の整備に費やすってのは山崎福の獲得を問わず基本路線だと思うが右の代打内野のバックアップとして1軍に席があった北村の放出は湯浅や増田平既存のメンツだけじゃなくイースタン組の刺激になるし。 結果ババが取れたなら来年が楽しみな現役ドラフトだねとしかならん気がする何年か前の地元の凱旋球場綺麗な奥さんと子供さんの前でホームラン含め3安打確かしてたのを思い出すと感慨深いですね坂本が離脱した場合は菊田陸がいるから北村は戦力外ではなく現役ドラフトで良かったと思います しかし、阿部巨人の来年にかける血の入れ替え、補強は徹底してますね。来年はマジで強くなるかも。北村には期待してたんだけどな、プロの世界は結果を出さないと残れない、ファームから上がってチャンスが何度もあったが初球を見逃しボール球。おふるの繰り返しで後期を何度も潰してため息を何度ついたことか。守備も思いっきりにかけて取れる球を追わないケースが目に焼けついてる。 応援して期待していただけに残念ですヤクルトで頑張ってくれ巨人の投手力強化は徹底してるね内野手に若いレギュラー岡本門脇がいるし期待の内野手もドラフトで獲得してるので内野手を放出して投手を手に入れる現役ドラフトの意義に合ってるんじゃないかな北村としても良い機会になるだろうから頑張ってほしい ある程度想定されていたかと思う。シーズン終盤に北村選手を強引に起用しているなと感じる場面がいくつかありオフに最悪は戦力外かよくて現役ドラフトと感じていた巨人首脳陣の最後の親心だったのだろうと思う今回のメンツを見ても馬場投手は結構人気あったと思う そのババ投手を巨人が獲得できた時点で北村も人気が高かったのではないかと思うヤクルトさんに必要とされての遺跡なので頑張ってほしい